早速ですが、次期戦闘機開発のもと、先進技術実証機 X2 新進と次期戦闘機における無人戦闘機とのネットワークについて詳しく見ていきますね。新進を量産できない事情とは何があったのかな。現在の航空自衛隊における主力戦闘機の一つで94機が運用されていて、平成の冷戦とも呼ばれる F2 支援攻撃機は2035年度からの退役が決まっており、その後継機として国産の次世代ステルス戦闘機となる次期戦闘機の研究開発が進められている。次期戦闘機の開発は防衛省が2010年に発表した将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンにおいて、当時最新鋭として世界各国が開発を進めていた第5世代ステルス戦闘機のさらに次世代となるべく I3 ファイターが提唱され、 F2 戦闘機の後継として国産のステルスジェット戦闘機を保有して運用することを選択肢の一つとした。ちなみにその際に名付けられた I3 ファイターの呼称を今でもそのまま用いて次期戦闘機を F3 と呼ぶ軍事評論家もいるが、2019年12月に防衛省から公表された我が国の防衛と予算令和2年度予算の概要案において、それまでの F3 や将来戦闘機としていたものが次期戦闘機として呼称変更がなされた。この第6世代ともされる将来の国産戦闘機の完成を目指すにあたり、将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンでは、ステルス性能などの先進軍事技術を国内企業によって研究開発を進める必要性があると提言しており、それらの研究成果を実証するための先進技術実証機 ATDX として、三菱重工業を中心に X2 が製作されることとなり、研究開発の一部の要素となるべく、技術を実証する役割が与えられ、やがて新進と呼ばれるようになったのだった。X2 新進の主要所限は、全長 14.174m、全幅 9.099m、全高 4.514m、空居重量約 9.7 トンで、エンジンには IHI が主契約企業として開発した XF5-1 アフターバーナー推力約5トンが2機搭載されている。この XF5-1 を開発した IHI は、これまでアメリカ製ジェットエンジンのライセンス生産を担当していて、それらによって蓄積した技術を活かして、次期戦闘機につながる XF5-1 の開発に成功したのであるが、その技術は、さらに B1 哨戒機に搭載された F7-10 エンジンを生み出し、やがて次期戦闘機用エンジンとして有力視されている XF9-1 の開発につながったのである。ちなみに2021年12月に IHI が次期戦闘機用エンジン実証機をイギリスのロールス・ロイスと共同開発することが発表されたことから、一時 XF9-1 の性能を疑問視する声が上がったことがあるが、2018年6月に IHI から防衛装備庁に収められた XF9-1 の出力試験などにおいて問題があったとの情報は伝わっていない。ロールス・ロイス社との共同開発となった理由と考えられるのは、この XF9-1 は当初より10機に搭載するまでにさらなるコンパクト化と出力の増大、変更ノズルの装着などが実施されることになっており、イギリスなどが共同開発を進めている第6世代戦闘機テンペストのエンジンを開発中のロールス・ロイスがそれらの技術を持っていることから、提携することによるハイパワーコンパクトの実現の他に、エンジンパーツの共有化や、あるいはエンジンそのものを共有することでコストダウンにつなげたいとの思惑が大きいとみられ、ロールス・ロイス社と IHI はこれまでもジェットエンジン関連の共同開発を行っており、
様々な技術を共有していることから、共同開発がスムーズに運ぶことが期待されていた。結局、次期戦闘機は、テンペストの開発を進めていたイギリス・イタリアなどとの共同開発となり、そのエンジン開発は、IHI とロールス・ロイスの間で進められることとなったのだった。なお、X2 新進におけるステルス性能試験の成績は、実物大の RCS 試験模型を使用して、2005年にフランス国防装備庁の電波暗室で実施された電波反射特性試験において、レーダー画面上において、昆虫よりは大きいものの中型の鳥より小さく表示されるなどして、そのステルス性能においては、極めて優秀であることを証明した。X2 は、その後、XF5、1エンジンが搭載されて、2016年4月22日に、初飛行に成功して以降32回のフライト試験をこなし、2017年10月30日に、最終フライト試験が行われて、予定されていた全試験を完了した。現在は、岐阜県鏡原市にある航空守る自衛隊岐阜基地に保管されており、いつでも飛行試験などが実施できるように整備保存されているという。次期戦闘機の開発については、2020年12月に、防衛省が次期戦闘機開発におけるインテグレーション支援企業として、アメリカのロッキード・マーティン社を選定したと発表していて、日米間における双方の戦闘機における相互運用性、インターオペラビリティを確保しながら、ロッキード・マーティン社が持つ先進技術による支援と協力を得ることによって、日本主導での開発を進めこととされ、三菱重工業が主幹となって、設計とシステム統合を行うほかに、川崎重工業、スバルが機体を担当し、IHI がエンジンを開発して、東芝と富士通がレーダーを三菱電機、NEC が、その他の電子機器の開発と製造を担当するとして参画していたが、かつての F2 開発時のように、結局、アメリカに、開発のイニシアティブを握られて、革新的技術をブラックボックス化されてしまうことが懸念されていた。しかし、2022年12月9日に、日本、イギリス、イタリアは、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトを立ち上げ、日本の次期戦闘機開発計画とイギリス、イタリア、スウェーデンが共同開発を進めていた。BAE システムズテンペスト開発計画を統合して、次世代戦闘機を共同開発することを発表した2023年3月時点で、スウェーデンは不参加。日本においては、当初の次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となって、川崎重工とスバルと共に機体を担当して、IHI がエンジン、三菱電機、NEC、東芝、富士通が電子機器やレーダーを担当することになり、イギリスは BAE システムズが機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.PA のイギリス法人が電子機器を担当し、イタリアからはレオナルド S.PA とアビオエアロが開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も参加することとなった。このプロジェクトにおいて、2024年頃までに、各社の詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年代前半には、試作機による初飛行を目指し、2035年までに生産が開始されて、各国に配備される予定とされている。そして、この次期戦闘機では、半自立型ドローン、ロイヤルウィングマン型無人戦闘機との連携も期待されていて、2022年12月に公表された防衛力整備計画において、イギリス・イタリアとの共同開発の中で、戦闘機そのものに加え、無人機、UAV 等を含むシステムについても、国際協力を視野に開発に取り組むとした上で、次期戦闘機等の有人機と連携可能な戦闘支援無人機、UAV についても、
研究開発を推進すると明記されている。次期戦闘機とネットワークによって連携する無人戦闘機の役割は大きく分けて3つあり、第1の役割として防衛対航空作戦がある。これは敵国の戦闘機が日本を攻撃する意図を持って領空に侵入しようとする場合に、無人戦闘機を有人戦闘機の前に進出させ敵機を探知して空対空ミサイルで攻撃を実施する。第2の役割は近接航空支援とされ、これは味方地上部隊を攻撃しようとする敵地上部隊に対して無人機が空対地ミサイルで攻撃を加えて撃退することだ。そして第3は日本に上陸しようと接近する敵の艦隊や攻撃を加えようとする空母艦隊が接近した場合に前方に進出してそれら位置を探知して有人機の攻撃を誘導する航空阻止であり、これら3つの役割は後方の有人機からの制御やあるいは自律的飛行によって実施される。これら無人機、ドローンの技術開発は、ここ数年目覚ましく、アメリカはもとより、ロシアでは、第5世代ステルス戦闘機であるスホ、B57 と連携して飛行する、大型攻撃用無人機、オホートニクの開発が進められ、中国においても、第6世代ステルス戦闘機は、有人機ではなく、やはり、第5世代ステルス戦闘機 J31 との、連携可能な無人機を開発しているとされている。これらのことから、近未来の空の戦いでは、ステルス機同士の空中戦は起こらず、有事機と連携している無人機同士の空中戦が主体になるとの見方が広がりつつある。